では本日もやっていきましょう。今ここでやったのが、まあスイッチの更新を本日やって、スイッチオンラインのアイコンがつきましたと、ただそれだけですと。さあ、やっていきましょう。モータロー電鉄、やっと3分の2を過ぎました。とりあえず桃太郎ランド、まあ10兆円、まあこれを買うのを目的としてプレイしています。3、わしは人力所持者か、偶然野球。アグラマ電鉄には地元からの援助金を受け取っていただきます。118億3960万円の援助金が出ました。加藤清正効果で118億3960万円をさらに手に入れた。なお、アグラマ隊長さんは目的地に17連続一番乗り、17連続のボーナスとして1183億9600万円が到着金と別に支払われます。到着金と合わせた合計は1420億7520万円。ボス佐賀県、雨を一号へ。よいつかそっちに行って、人の金コピーしていろいろやりやがって。おお、佐賀県っていう花輪さんの歌があったな。5、わしは本当になんか持っとるんか。20連したときには何がもらえんだろう。えりも岬。一番近いのはこの人だけど。たまにどころの話じゃねえよ。しかし桃太郎ランドをもし先に買われた日には100億円の乗っ取りかけるのに、えらいことになるぞ。1000兆円やね。1000兆じゃねえや。あ、いいんだいいんだ、1000兆だ。
できることならな、20も見たいし、おそらく20の次は10連続ずつで行くだろうとは思うけど、それやりまくったら本当に最短記録で桃太郎ランド買えんじゃないかって思ってき始めた。要はガキ伝説を、ガキじゃねえ、豆鬼社長かける2の メンバーでそうすりゃ特性霊カードさすがに特性霊カードは何倍もっていう使い方できねえからな。10倍しようが100倍しようが0は0だからな。トピックスです。アゲラマ電鉄が所有する熊本のタイピーエン屋が伊藤博文のおかげで大人気です。タイピーエンと書いてタイピーエン読んでた意味ねえ中国から伝わったヘルシーな食べ物です。鶏ガラスープに春雨の麺、熊本では給食に出るほど当たり前の料理です。苫小牧の今ゴールしておおさん リニア収入かわいそう坂本龍馬殿様かりこしてございます。さっちょれんごぜよ。ガキ電鉄が所有する城崎の、肝心家に料理合う九州合併した。室蘭。できる限りここら辺の、メンバーを少しずつこっちに近づけてからゴールしておかないと、これでまたこっちがゴールしてめちゃくちゃ近いような状態にの場所に、目的地をつけられたらたまったもんじゃないかな。こういう時だけマックスの数字を出すな。トピックスです。12月です。揚げ玉電鉄が所有する日生のかき小屋が美味しい季節です。お好み焼きに10個以上のプリップリのプリップリのかきが乗っている。毎年10月のせいから翌年の3月までがかきおこの季節です。ハゲの所長、大久保利光殿がまかりこしてございます。明治4年廃藩置県、豆鬼所長さんを廃藩置県、いわゆる県から他の地方に移動させましょう。やるに近くなったんじゃねえかこの土方と人を今よりガキ社長の陣を吸収してまいります。御用改めでござる、御用改めでござる。ハゲの頭やりましたぞ。ガキ伝説生徒のピーマン畑1億円を奪ってまいりましたぞ。さらに土方と歳三殿がガキ伝説の別府の鳥天や1000万円を奪ってまいりましたぞ。もうちょっと高いのを取ってもいいんだよ。
コーラが近くなると近くなんだね。早くこっちに近づいてこい。できる限りな。社長次元爆弾行動8枚だ。もうちょい近づけてほしかったけど。あげの伝説には地元からの援助金を受け取っていただきます。なお、あげの社長さん目的地に19連続一番乗り。宮古島、まあ遠くではあいつらの近くではなかったし、こっちにとっても結構遠くだけどな。お殿様、アホだ。あ、ボンビラス製か。ボンビーマガレオン主演のお客を送る1兆6500。ボンビラスでもなかったらえらいことになったのは、まあ、確かね。トピックスです。あげ玉電鉄が主演する佐世保の佐世保バーガー屋が大人気です。有名なハンバーガーチェーンが日本に上陸20年も前に佐世保ではお店がありました。チェーン店ではない手作りのお店が市内に120軒。佐世保はハンバーガー発祥の地です。さあ、一気に半分近づいた。10泊11日ボンビラス説は。次元爆弾カード蒸発させちゃった。各電鉄会社の社長の皆さん、お待たせしました。決算の発表は社姫さんから1703億円。
続いて最終的な順位を決めることになる総資産の中間発表です。楽勝。トピックスです。4月です。揚げ玉電鉄が所有するタッピの若おにぎりが美味しい季節です。若おいは冬場にタッピ岬で収穫したものを海風でゆらゆら干します。若う昆布で包んだおにぎりは塩の香りと昆布の繊維にとって沿って冷めないとったんかんや。若う昆布で包んだおにぎりは塩の香り、昆布の繊維に沿って食べないと噛み切れません。こいつは確かふえるふえる、ここはクジラの住む町だ。ありがとうございます。目的地4マスまで。あ、違う、連れてったの向こうだい。アホじゃ何。さあ自分じゃねえよ。しかもこれで、何がありがとうございますだよ。副賞を忘れるな。揚げ玉社長、織田信長殿が出陣しましたぞ。ご先は新幹線中、ぜひものし。これでいけたと思ったらいけねえ。じゃあしょうがねえ、石垣島を。おお、20連確定。スペシャルズカードで。役所を忘れるな。忘れとは軟弱だ。井上元太殿がまかり越してございます。揚げ玉社長、借金を男の検証です。大いに借金を即刻強兵に努めましょうぞ。おい、ジョニー相手だとお金返す気ないんかい。井上元太、むちゃくちゃだ。あら、先にゴールされたらちょっとリセットします。おお、なんかついてるな。副賞を忘れるな。忘れとは軟弱な。スペシャルズ、間違いなくこうだよな。さあスペシャルズ、20連だと何もらえんだ。地元からの援助金を受け取っていただきます。なお、揚げ玉社長さん、目的地に20連続一番乗り。
20連続のボーナスとして1200億4100万円が到着金と別に支払われます。また20連続の負傷してパトカードがプレゼントされました。いいなね。あ、待てよ。おはよう。里帰りカード持ってないよ。さあ、ゆっくりスタート地点まで戻ってもらうか、キングボンビー。あ、そっか、こうやっていくのか。なぜにまたこっちに行くのかなと思ったけど、ボンビラ星球と思って。副将を忘れるの、忘れとは軟弱だ。トピックスです。9月です。あげらま電鉄が所有する上田の松茸料理が美味しい季節です。長野県は国産松茸の収穫量日本一。特に上田松茸の季節には松茸小屋ができて、土瓶蒸し、焼き松茸などのフルコースを楽しめます。豊臣秀吉殿が荷馬車いっぱいに税金を積んで大笑いしながらやってきました。どうぞ、すがです。あげらま社長は日本全国から税金がたくさん届きましたぞ。この土方ですよ、今にガキ社長の陣を吸収してまいります。御用あるためでござる、御用あるためでござる。ヤクモのバター飴は1000万円を奪ってまいりましたぞ。別に急いでいくこともね。さっきのように切羽詰まってるわけでもなし。全然うなぎパトカード。1兆以上はもらえねえのか。1兆以上では来ないのか。ああパトカード。しかしあのおじいさんは一体どこ行ったんだよ。一回だけかあるのは。取り返しカード。あげなお社長、坂本龍馬殿がまかり越しでございます。薩長連合勢は。あげなお社長、武蔵坊弁慶殿が見られました。ガキ社長よりパトカードを奪ってまいりました。あでも結局はやっぱりてるんだよな。ひじかたとしご用のためでござる。しかし一回移動することにあの恐れがあるなら、だったら移動する回数を少なくしよう。回転寿司店引っ越しセンター。これでまた真ん中行っていい。エンドレスだったら面白いんだけどな。
外れ外れとは何じゃくん。なぎらん社長、原宿の探偵会社からの報告で瀬戸の瀬戸焼き物工房が買い手がなくて困ってるそうです。今なら1割引きの2億7000万円でももちろんいただきましょう。なぎらん社長、石田三成殿が面会にこれ見えられましたぞ。石田三成といえば関ヶ原の戦いで西軍を率いて徳川家康と戦った名将です。武力の達人ではありませんが、境奉行を務め有能な官僚として方針政権随一でした。加勢していただけますか。ワゲラン様、これをお使いください。サミットカード。みんなを近づけさせるってんで、あんまり。いいイメージあるね。しかし境港はこれで3回目ぐらいだけれども、鳥取に行けって今まで聞いたことないんだよね。いつ次元爆弾カード引いた。復唱を忘れるトピックスです。12月です。揚げ玉電鉄が所有するひなせのかきおこやが美味しい季節です。お好み焼きに10個以上のプリップリのプリプリかきが乗っている。毎年10月の末から翌年の3月までがかきおこの季節です。トピックスです。揚げ玉電鉄が所有する駒金のソースカツの親が伊藤博文のおかげで大人気です。駒金ではキャベツの上にソース味のタレをくぐらせたとんかつを乗せます。いわばカツ丼の元祖です。なお駒金市内には44軒のソースカツの屋さんがあります。しばらくまたここら辺で物件集めにしようかなと思ったら吹いたがあった。吹いたがあった。やべやべ、これだった。さあどうだ、ここかな、それとも一番左端かな。へえ、ボンビー、この扉が正解だったのだ。あと、いつでも遊びに来いよ。ここに、何ヶ月の間に何があってもバカ知らないのね、バンビー。アゲラン社長、豊臣秀吉殿が庭じゃいっぱいに税金を積んで大笑いしながらやってきましたぞ。さすがです。アゲラン社長、石田三成殿がまかじっこしてございます。剣豪を広める人として大切なことですぞ。まずそれぞれの県が何地方にあるのか覚えてなきゃ全然ダメやな。松崎しげる。
さて今結構なカードをガキ社長がゲットしたから、もうまだ10兆にはほど遠いわ。各電鉄会社の社長の皆さん、お待たせしました。決算の発表は社員さんから。続いて最終的な順位を決めることになる総資産の中間発表です。一丁取られたからな。大阪夢洲で55年ぶりの万国博覧会が開始されました。今日から7ヶ月間大阪を中心とする近畿地方一円には、近畿地方一円に物件を持つ電鉄会社には臨時収入が入ります。愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、岡山県の2府8県です。11月をお楽しみに。もう一気にやってくれ。マジか。あげるま伝説には地元からの援助金を受け取っていただきます。なお、あげるま伝説社長さん、目的地に21連続一番乗り。リジリ北海道リシリだったよ。おしたびちょい。あげるま社長、渋沢栄一殿がまかり越しましたぞ。渋沢栄一殿が札幌を訪れたので札幌は大いに栄えた。85マスか。待てよ、よくよく考えたらこれで一発で行くことないんだよな。あれ、200箇所はダメなの？最終的に目的地の近くまで行けばいいわけだから。トピックスです。7月です。あげるま電鉄が所有の三戸の桜ぶが美味しい季節です。新品種の更新時はぶどうの糖度が15から17度なのに、なんと糖度30度を超えます。
今年も暑い夏の訪れとともに甲子園球場の季節がやってきました。今年の優勝校は長崎県の海星高校でした。長崎県は海星高校フィーバーで燃え上がりました。長崎県を所有しているあげらま電通の皆さんは臨時収入を祝いています。でさらに、もう事故レトロ会、山頂で厳しい資金繰りが厳しいって言っとる場合かい。平和を願う美術館。でもあんまりやりすぎると今度は物件飛び収入カードを使い切っちまうからな。次に近くの引いたらもうそのまま行こう。トピックスです。アゲラマ電鉄が所有する鹿児島の六種キャベツ屋が大人気です。体の6カ所に白い斑点があるから6泊、普通の6泊でよかったんか。さつまいもを食べて育った鹿児島黒豚です。6泊豚にたっぷりキャベツを乗せて食べる六泊豚のシャッキャベ丼がおすすめ。333だと思います。封印カード、剛速球カード、一気にやれ。大差ねえな。隣やないかい。ほとんど。キングデビルで27億。なんで優しい人たちなんでしょうか。1兆円をチャラにする小笠原、すげえ。7ヶ月間にわたって開催された大阪万博も今月で幕を閉じます。これから輝く社会を皆で目指しましょう。4031億。まあ39眠ろ。漏れちゃうとカードっていい、結構便利なんだよな。さあ今年も食品日本一を決める季節がやってまいりました。あきらまでいて親友のイーズがとよろくクッキーやが食べると丸くなります。
利尻昆布、ランドセルタマー自動車会社、探偵会社から報告で軽井沢のアウトレットモールが買い手がなくて困っているそうです。はいはい、お願いしますよ。2、1、漁港、うわぁ、どう当たりなのね、トン。1! さあ、トライ2。ひどすぎる、無謀すぎると思っている山頂。各電鉄会社の社長の皆さん、お待たせしました。2000億。ガランドジャパン3500。急行いません。さっさとやれ、もう。
豊臣秀吉の犬が古賀に古物屋のペンションを半額の5000万円で買う交渉してまいりました。もちろん2-1。せっかくもらったものですけどいいです何やってんのかよくわかんないようになってぞ。近いのがいるような。そうでもなかったが、もう30だからな。さあ、長連合だよ。マイズルの軍港から吸収合併した。もう全部一気に変えて。鞘の裏っていうものか、これは。さあ、長連合ぜよ。石田三成の野々川。もう一人、周遊、しかも。尾道の方を選べ。さっきのじゃねえのか。トピックスです。あげらま電鉄が所有する鹿児島の六白キャベツ屋が大人気です。体のどっかしに白い斑点があるから六白、さつまいもを食べて育った鹿児島黒豚です。六白豚にたっぷりキャベツを乗せて食べる六白豚のキャベ丼がおすすめ。42億。
この土方歳三、今より餓鬼社長の陣を吸収してまいります。御用改めでござる、御用改めでござる。どうだめや。3500億の奪ってくんないの。ニュースをお伝えします。寒冷前線の発達で全国各地が厳しく冷え込んでおります。おお、ここならいいよいいよ。新白馬、この大雪でスキーヤーやスノボー客は大喜び。白馬揚げ玉電鉄が独占している都市です。大雪のおかげで白馬大いに潤います。よかったですね。こっちだ。各電鉄会社の社長の皆さん、お待たせしました。決算の発表や社員さんから2287億円。続いて最終的な順位を決めることになる総資産の中間発表です。いや、それではこれで終わりたいと思います。失礼します。